スマホをなくしたの？いや、今日に限って店が忙しくて。そうだろうね。ジョンゴはいつだってバイトで忙しいから、私より他のことがいつも優先じゃない。ベニー、何言ってんだよ。本当のことじゃない。最近私が何に悩んでるのか、何があったのか知ってるの？今日は本当にごめん。今日はなら今すぐバイト全部やめてよ。ベニー、バイトは僕みたいな作家志望にとって人生勉強と同じなんだよ。知ってるでしょ。それに働かないと大学にも通えないし。私はジュンゴの人生にとって私って何？私が交番に行こうが病院に行こうが、そんなことジュンゴの人生には関係ないって言うの？ベニー、違うんだ。なんで私はいつも一人でいなきゃいけないの？ベニーのどこが一人なんだよ。毎日一緒に寝て毎朝一緒に起きてるじゃん。僕はベニーと一緒にいたいから、一生懸命働いて精一杯頑張ってるだけなんだ。私には分からない、ジュンゴが何をそんなに頑張ってるのか。もうやだ、私が本気で怒れる人もジュンゴしかいないなんて。孤独은사람을불안하게만든다。쓸쓸함은사랑을약하게만든다。그리고거기에젊음이더해지면모든것이위태로워진다。